アツアット日本一周中3配信を開始しました。アツアット日本一周中3岐阜クレール平田月見の里南農愛知竜田ふれあいの里シタラートヨネグリーンポート宮島水曜日つぐ高原グリーンパークーアグリステーション名倉月曜日どんぐりの里稲部瀬戸信濃柳津。見事に落とされましたね、ふわっちクソが。さゆまるさん、岡ふわっちのクソが。通知いった？通知さゆまるさん、来た来た。そこだけは治ったのか。だけは治ったんだね。味噌汁はドリンク扱いまでは言いましたっけ？ええ、来ました。かけそばさん、焼き芋。あ、焼き芋かけちゃいらっしゃい。さゆまるさん、わら。味噌汁はドリンク扱い来ましたね。はい。さゆまるさん、かけそばさん、やほ。かけそばさん、さゆちゃん、やほー。 S さんさん、朝もきっちりデザートも出ます。あ、出るの？デザートなんだったの？かけそばさん、メガホンをプレゼントしました。ありがとう、メガホン。 S さんさん、 R1 と梨とプリン。3つあるのね。はい、梨とプリン。そしてお昼は何時間あけてのお昼なのかな。かけそばさん、松さん、あと何日くらいかかるの？え、あと3ヶ月か4ヶ月じゃないかな。九州が苦戦しそうだもんな。九州、沖縄、奄美大島、これどうする？どうなんだろうな。かけそばさん、マジでそんなにかかるの？かかんでないかな。うん。 S さんさん、その後散歩に行って3、4時間でお昼になります。お昼になるよ。3、4時間でお昼ね。はい。聞くのが怖いな。10人家族分ぐらいの食事になるんじゃないかな。昼はそうめん強化月間のためそうめん 500g です。はいはい。 S さんさん、あとサラダ。はいはい。そうめん乾麺で500ということは1キロは食ってるってことかな。楽に倍にはなるもんな。イボの糸山盛り。S さんさん、まあそうめんなんでそんなに増えないと言っても2倍が妥当。ね。2倍にはなんでないかな。500g って相当だよ。 S さんさん、そしてデザート。はい。D
デザートが強力なの、もしかして。S33アイスクリームです。アイスクリームね、うん、うん、まさか1キロのバルクとかって言わないよね。大丈夫だよね。食べます。ちょっと大きいやつね。よかったよかった。レディーボーデンのちょっと大きいやつ、あの中ぐらいのやつね。500ぐらいのやつね。 S33 くるくる、うん、スワッチのクソサーバーが重たいって。今考え中ですがヘルシーにピザ。S33 を考えております。ヘルシーにピザ。ピザ何？ L？ XL？ ヘルシーじゃないけどね、全然。コーラは1リッターぐらいなのかな。 S33L 以外に選択肢ありましたっけ。いや、な、ありません、ありません、全然ありません。 L が一番大きいです。まあ私の場合は S でちょうどいいですけどね。1枚な。S33 コーラはコカ・コーラ 01L。 さゆまるさん、ピザがヘルシーってやばいわら。ね、 S33 小麦粉はヘルシー。小麦粉はヘルシー。
寒くなってきた。エアコンカットした。30キロぐらいだから持つね。大丈夫やね。秋雲なのか、この甲羅みたいな雲は。さゆまるさん、クラクラする。うん、倒れないようにね。なおさん、さゆちゃん、風風、なおちゃんいらっしゃい。丸さん、なおちゃん、やほー、風か知恵熱。知恵熱。なおさん、まちこ、久しぶり。はい。さゆまるさん、頭よくなるのかも。うん。S さん、さん、さゆまるさん、あったかいもの食べて薬飲んで寝ましょう。うん。ねえ、普通食べてから薬なのに、もうすでに薬飲んだって言うから。どういうことなんだ。胃に負担をかけるだけだ。なおさんへ、急いでなんか食べなきゃ。うん、さゆまるさん、誰かに作ってほしいわ。うん、S さんさん、どんどん食べて大きくなろう。大きくなろう。33作りに行きましょうか。全部食べてくださいね。怖い怖い。さゆまるさん、いや S さんのは無理わら。怖い。めっちゃ怖い。1キロの何かかな。わら、1キロのゼロカロリーコーラ。S さん、さん、前菜からデザートフルラインナップでいきますよ。怖い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 。1キロのポテトサラダなんで楽しそう。なお 3S3 フルコース作りに来てください。あ、なおちゃんが挑戦する。そうですよ。ルート300メートル先左方向です。なおちゃんがS さんさん、ちょっとコストコ行って戦闘準備してくる。コストコなんだ。なおさん、ポテサラは無理。いや、無理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 じゃないよ、もう。大体そうだから。単位がグラムじゃないから。キロだから。S さんの場合は。
の豚ロースの塊一回調理してみたいと思ってたんだよね。丸さんナスバケツいっぱいだた。なおさん大量のピーマンとナス。大量のピーマンとナス。ナスは毎日天ぷら。S さんさん大量の麻婆ナスが作れる。何か食べたの？今日何も食べてないんじゃないか、そういえば。さゆまるさん食べてなくて今は風パスタ作ってる。すいません、俺はあの朝サラダと途中で A5 ランクの牛肉丼をいただきました。ありがとうございます。で、食べ過ぎでトイレに何回も行ってました。なおさんは何それ。いや、ちゃんとツイッターにあげたよ。もう1500円も奮発してしまったよね。いや、久しぶりのうまい肉だったよ。なんか何ヶ月ぶりかなっていうぐらいの。さゆまるさん1500円だったね。何ヶ月ぶりかの肉だって感じだったよ。めったに肉なんて食わないのね。なおさん胃がびっくりしたんじゃない？そう、それが その通り。食べ慣れないもん食うんじゃねえよって胃が言ってたね。おめえは庶民のものを食ってろよみたいな胃だからね。しておけって。
そう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 お前は稲荷食ってりゃいいんだよみたいな言いになってきたの。最高伝説、うん、でも回転寿司では稲荷は食べない。なおさん、私は風邪の時はカップラーメンとかレトルトのおかゆ食べるよ。ああ、おかゆね。さゆまるさん、チビに作らなきゃだからつらたん。でもおかゆでも別に、あの、なおさん、ああそっか、おかゆをのレパートリーを増やせばいいんだけど、まあおかず作らないか。のおかゆ超優秀。さゆまるさん、目切らしてるから。うん。米を切らすな。もう卵もなくなってんじゃない。S33米送ろうか。米送って。ください。わらわらわら。なおさん、卵を送ろうか。卵を送って。さゆまるさん、卵はあるわら。あ、卵はちゃんと切らさず買ってあるんだ。 S33 農協の 30kg の袋になるけど。さゆまるさん、みんな優しいわら。さゆまるさん、30kg、わらわら。30kg か、うん、まあ、S さんにかかっちゃ30kg も1週間か。送ろうか。そうめん、うん、いいね、そうめん。S33、そうめん送ろうか。サイン、そうめん送ってもらえ。さゆまるさん、いいねわら。そうめん送ってもらえな、そうめん。
そうめんあと3キロです。あ、そこまでやっと減ったの。名残惜しいね、そろそろ。でも500、うん、あと6回もやんないダメなのか、ライブスルーで150円がない。チキショー、諦めるか。ポテト買おうかなと思ったけど諦めて。早いな、あっという間だな、夏場と違って。なおさんも秋だねえ。ねえ、秋だね。サンマはまだ今年も不良かな。去年のサンマなんてさ、見られたもんじゃなかったよね、あの細っこいの。1尾300円だよ。ねえ、信じられないよね。80円とかの世界だよね、大体がね。本来でいけば安い時は50円とかってなったよね。300円で買おうとは思わんよな。それもさ、丸々太ってて大きいんだったらいいけどさ、もう激細のさ、なんかひょろひょろっとしたサンマが300円でしょ。さゆまるさん、ご飯できた。はい、温かいうちにチビにも食べさせて。
暗いな。めっちゃ画面上は明るいよな。さゆまるさん、ちびまるは絶対今は配信しないだろうな、わら。でもだ、あれでしょ、未成年っていうか18歳未満配信したところで収益ならないんでしょ。で、収益ならないっていうよりも、あの延長チケットしか買えないんでしょ。なおさん、そうなの。うん、だってダメっていうことになってるでしょ。さゆまるさん、今日読み上げでかいのさゆだけ。いや、でかい。このぐらいかな。だってあれ、本人確認しないとダメだしょ？収益っていうか、あれ使うのには。免許証とか、なんか、いろいろと。保険証だとか。クズちゃんさん、ただいまです。私も棒読み大きく感じました。皆さん、早めに言ってください。それは外にいるときに一番大きくした。さゆまるさん、クズちゃんを帰り。一番大きくした。さゆまるさん、さゆ行ったよ朝わら。うん、朝のときそれは変えたけど、またあれからいじったから。クズちゃんさん、さゆさん、ただいまです。さゆまるさん、そうなんだ。持って歩いた時いじっちゃうからさ。さゆまるさん、あんまり言うとあれかなと思って言わなかった。いや、別に言ってくれて大丈夫だよ、それは。今見たら最大になってたもんだって。最大ででかいなと思った。クズちゃんさん、私も勝手に言うとあれかなと思いました。いや、その辺は言ってくれて大丈夫なんだよ。さゆまるさん、また怒られたらと思うとわら。電波は俺にどうにもできないけど、ボリュームぐらいは自分で調整できますんで、はい。
さん素晴らしい。パチ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 。また緊急事態伸びそうだね。やっぱそうなの？緊急事態の時はちょっと1週間ぐらいお休みするかもしれない。1週間も休めないか。なおさんプラス2週間クズちゃんさん、でも感染者は少し落ち着いてる感じします。うん。さゆまるさんこっちも落ち着いた。うん、よかった。それだけしたら怒られるかな。温めお願いします。最近あれだよ、なおさん怒られるね。わら、最近さ、自分で勝手に温めてくださいとかっていうところあるよね、ローソン。ご自分でどうぞ、入り口にありますからみたいさん。昨日ラーメン屋にテイクアウト買いに行ったらスタッフがロボットだった。え、どういうこと？ロボットが出したの、出してきたの？作るのは人間で出すのはロボットみたいな。すごいね。さゆまるさん、ロボットウエイトレス。すげえ。
様でした。さゆまるさん、甲状腺の薬よし。よし。まもなく右方向です。なおさん、さゆちゃん、横になろう。なろう。鍵付き完全個室。さゆまるさん、ずっと横になってて体痛いわら。快適クラブって何？鍵付き完全個室なんだ。なおさん、快活クラブ。はい。快感クラブ。か、かい、違う、かい。かい、か、え、なんだっけ、快適クラブ、え、快活クラブ。さゆまるさん、何言ってんの。なおさん、コメント。コメント。さゆまるさん、快活でしょ。快活。快活クラブ。快感クラブじゃないの。快活クラブ。さゆまるさん、狙ったな。快楽クラブの鍵付き完全個室とかってかあるからすごいなと思った。なおさん、ネカフェね。そうそう。眩しいんだけど。商務省特許局、日本銀行国庫局、専売特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、日本銀行国庫局、別山さん、美術室、技術室、手術室、美術準備室、技術準備室、手術準備室、美術助手、技術助手、手術助手。完璧だね。5円だって安いね、ここ。さゆまるさん、風邪薬飲んだのに熱下がらんな。それ、ご飯食べてからじゃないかなっていうのもあるのかな。そんなすぐ下がんないよ。寝て汗かかないと。放熱しないと、放熱。さゆちゃん、何度ある？さゆまるさん 37.2 度、平熱 35.5。 うん、平熱低。なおさん、平熱低。
丸さんだからいちいち病院で毎回説明しなきゃいけないのわら。うん、逆に高い人もいるからね、平熱が37度っていう人もいるからね、人それぞれだからな。本当にそればっかりだな。きちんと毎回かかってるんだ。さゆまるさん、ゲーム仲間平熱37だよ。ねえ、そういう人もいるんだよ。やっぱいつも暑い暑い言ってる。うん、なおさん代謝いいのかな。代謝チンチン代謝。さゆまるさん、平熱高い人は免疫力高いって本当かな。どうなんだろうね。143円は安いな。ビズポさん終わった。お疲れ。お疲れライス。さゆまるさんお疲れかまあ。なおさん安いねー。さゆまるさんかまわら。みずぽさんお疲れ様。お疲れかま。みずぽさんかまわら。S さんが食べてます。みずぽさん、そうめん 500g 茹でるの。そうで、約1キロになるんで。さゆまるさん、今日道の駅電話したらだるそうに早く切りたいみたいにされた。うん、そんなもんだよ。みずぽさん、そんなに食べれない。まあ、普通は食べれないな。みずぽさん、飽きる。
あ、すげえ、これって長いんだ、この橋。30キロは長かったな。水子さん疲れたから出来合いのの惣菜買ってきろう。さゆまるさん、それをまた戻るから大変ね。ああ。そう。戻るの？あ、そう。なおさん、水子ちゃん半額狙ってねえ。半額最強伝説さんが出てくるよ、そのこと言ったら。水子さんまたねえ。はい、お疲れ。半額っていう言葉にピクッと反応する人がいるから。さゆまるさん、愛知行って戻るでしょ、もっと大変。ああ、でもあれだよ。そんなんでもないよ。時間がたっぷりあるから。のんびり。途中で一回あれだな。途中で一回。どっかであれだな。まもなく右方向です。ちと落ちます。あ、はい、はいはい、7時、なおさん、北海道の焼きたらチーズ美味しい。焼きたらチーズ、あとね、4キロ。うん。到着の感じする。確かにね。
市の次は何県？え、休憩入るからまたすぐ愛知じゃないかな。福井じゃねえや。岐阜の一軒を取って岐阜じゃないか。愛知はあれだよ、あの時間あるから取るような感じだ。びっちり取るわけじゃないから、時間日程調整のため。一回石川金沢の方に戻る。たっちゃんさん、こんばんは。今日は夜走ってるんですね。こんばんは。もう着くよ。なおさん、なるほどね。もうあと2キロで着くよ、たっちゃん。暗くなるの早いな。早くなったな。もう6時ぐらいまでしか走らないような感じで予定組まないとダメなのかい。暗くなってから行きたくないんだよね、寝るところ。ボケてる、たっちゃん、さん、ここはどこ、私は誰、ここはどこ、私は誰、誰でしょうね。なおさん、もう9月だもの。ここみたいですよ。目的地付近です。ルート案内を終了します。
王さん到着。到着。ボケてる。たっちゃん、さんここで寝るんですか。ここで寝るよ。よし、到着。くずちゃんさん到着。到着。さん珍しいね、こんな遅くまで。うん、移動だからね、あの取り残しっていうかの部分を拾って、日程調整で愛知の方を拾おうかっていうことにしたの、うん、福井取ってどうしようかって決めかねてたんだよね。60分でちょうど切ってもよかったか。まあいいや、ちょっと。さん、さゆちゃん、大丈夫かな。あれだね。うん。さあ、これは何なんだろうね。コズルさん、ハイキングをプレゼントしました。ハイキング100点。ありがとう。小鶴さん、こんばんは。こんばんは。さあ、もう終わるけどね。
着いてご飯食べて麻雀して寝るかな。さてと、何人いるの？小鶴さんどこまで来たの？今一回ね、岐阜まで戻ったよ、これ。二件、明日二件取って、三件取ってるかな。なおさん何級になった？まだね、九級。だって、まだ全然対戦してないもん、ノラと。じゃあこれ終わるで。メガホンもたまんないことだし、岐阜を明日2軒回って、ちょっと